はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ゴールデンウィーク真っ只中。はい、じゃあ今日の内容を説明してください。私が就活をするときにどんな、例えば口コミサイトとかウェブサイトを使ってるかと、あとは SNS の活用方法について話したいと思います。スタート。この YouTube は、私が一人で就活をする中で先輩や後輩方にアドバイスをいただきながら就活頑張ろうっていうチャンネルですふわっとしてるけどまあこういう日があってもいいじゃあエリナさんが使ってる、じゃあまずサイトからいこうか。まず企業どこやろうみたいな。マイナビも入ってる、もし世界史の中にいやマイナビは抜けようや、まあ、ちなみにマイナビはどうやって使う、まあ、マイナビはそう普通、完全にエリナリクナビ流行ってんけど、最初なんか情報量少な、会社の乗ってる数少ないなと思ってマイナビ使い始めたら、マイナビの方が断然いい。会社数多いし、あとなんかメッセージの欄が見やすい、めちゃくちゃ。マイナビが使いやすいね、うん、で企業数も多い。じゃあまあそれは分かったわ、うん、まあそれはもう多分みんな知ってることやろうと思うからね、うん、実際に今いつもさ、うん、今から面接行こうってやった時になんかこちょこちょ調べてるじゃん、うんうんね、まあ面接、まあ、行こうの前にまず企業に応募しようの段階で、はいはいはい、いつもは、オープンワークっていうやつを使ってて、うん、それは、まあ、実際働いてた人で、うんまあ、ほとんど辞めた人の口コミやねんけど、うんまあ、どんな会社かの雰囲気、まあ、辞めた人がの口コミやから悪いことの方がよく書いてあるけど、はいはい、まあまあでも年収とか業務内容、まあ言ってた人やからね、そうそうそう、うん、とかあとは福利厚生、はいはい、があの企業のサイトって意外と載ってないから、はいはい、福利厚生とか見やすい、うん、それは数値化でも出てるのかな、グラフにもなってるし、まあでも会員登録しなあかんのが若干めんどくさいけど、はい、一回してしまえば見れるから、はいはいはい、まあまあ便利。さっき僕もやりました、はい、何やったっけね、それは違うやつやったやつ、そうそう、なんか円エンライトハウス、ああそうだね、はい、うん、いっぱいある、でも種類こういうのエンライトハウスね、あれとよく似た感じ、サイト、あほんまに全く一緒ぐらい、全く一緒か、うん、会員登録するのが楽かなっていうぐらいかな、オープンワークが、うん、僕もあの一応前辞めた会社を書いてみました登録できへんかったかね、書かな、はい、一回書かないとね、あの全部見られへんね、確かに。でもあの面白かったです、うん、うん、その悪い口コミもあるけど、ちゃんとその環境とかを変えてくれる、うん、てる人もおるから、はいはい、別に雰囲気想像しやすいって、だからいわゆるリアルな会社状況を、うん、一応把握できるっていうのがね、はい、そうですね。だから無駄なエントリー数を稼い、なんていうんやろ、エントリーして、あやっぱりここ違うかったなってなって無駄になっちゃうやんか、それがエントリーしたのが、うんうん、せっかくエントリーシート変えたりしたのに、はい、それが減らせるかな。じゃあ仮に、具体的に聞いていいかな、うん、あとそこにここやめておこうっていうような基準って、もしそこに何て書いてあったらやめる？エリナの場合は関東勤務希望やから全国転勤で書いてたらやめるかな。ああなるほど、なんか説明会で教えてくれへんかったりする時もあんねん、たまに、はい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 、希望勤務地の融通が効かないようなとこはやめるっていうことね。あ、そうそうそう、はい、あと手当があまりにもなさすぎる、まあ、住宅は結構ないとこも多いから何とも言えへんけど、うん、福利厚生大丈夫みたいなとこたまにあんねん。なるほどね、ほんまに全く何も書いてないみたいな。まあ結構そういうとこが詳しく書かれてるっていうことね、うん、書いてくれてる。じゃあエントリーシートを書く前はそのオープンワークス、うん、ワークっていうのを使うってことだね。でエントリーシート書きますの段階で、はい、みんなの就活っていう、あ言ってたね、そうそうそう、はい、こう愛用してんねんけど、はい、みんな楽天で買い物すると思うねんけど、はい、楽天の ID 持ってたらすぐもう見れる、口コミ。なるほどなるほど、一瞬で見れる。それは一応、ま、それも会員登録しないとダメだよね、うん、すぐ見れます。でそこは、はい、まずエントリーシートの段階やったら、はい、志望動機って書いてあるとこがあんねん、みんなの志望動機、はい、まあまあ絶対あるんですよね。 そこを押したらみんなの大体通った人の志望動機書いてあるから、ああなるほど、通ってない人は多分書いてない、通った人の志望動機が書いてあるから、ほうほうほう、参考になる。丸写ししたらちょっとバレると思うけど、結構みんなの就活、うんうん、あの検索で上の方に出てくるから丸写ししたらバレる気がするけど、うん、
まあ、参考程度にやったら使いやすい。なんか言い換えたい時の言葉がうまく出てこん時とかに使いやすい、うんうん、はいはいはい、あ、こういった言葉を使ったらあの、うん、なかなかとかかんでもいいとかね。そう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 、はいはい、で、うん、その次に、まあ、エントリーシート通りました、はいはいはい、でそのまたみんなの就活やねんけど、うん、就活その会社のどういう面接するかとか、うん、面接内容とか、はいはい、面接何聞かれたとか面接何回したとか、はい、どんな形式でやったとかも書いてくれてんねん。今年のは無理やねんけど、うん、去年の分あ以前やったら結構ある。優しい人がいたら書いてくれてる。リアルタイムはないんや。リアルタイム、その時のリアルタイムは そこには書いてない。あ、なるほど。けどまあ大体参考になる。まあそうやね、うん、去年と同じことやられてるところが多いしね。そうそうそう、まあ、去年ならなおさらコロナも絡んでるから、うん、結構去年もオンラインでやってたりするし、はいはい、私服カート、私服でも構いませんの、はいはいはい、あの魂のとことかがそれ見たら分かるから、大体実際にそれで分かってもんね。そうそうそう、そう、はい、だからそこも使える、うんうん、でリアルタイムで分かるのが、はいはい、そこのそのみんなの就活の掲示板っていうところがあって、うん、あ、はいはいはい、みんながバーって口書き込むねんけど、うん、まあ、2チャンネルみたいな感じかな、言ったら。あ、そうなんや。その会社の掲示板がある。ああ、そっかそっか。そうそう、同じらまとめに。そうそうそう、めっちゃいいやん。だから、うん、まあまあまあ日程が何個かあって、例えば第一面接、はいはい、一次面接が、うんうん、じゃあ先に聞かれた人が書いてくれたりするから、はいはい、あの質問困難されましたみたいな。ものすごい親切やね。めっちゃ親切、めっちゃ親切、はい、書いてくれるから、うん、対策していけるのと、はい、あとはまあ雰囲気わかるね、面接の、はいはいはい、まあいいことも悪いことも、はいはい、え、実際に本当にまるまる同じ質問やったとか、とか、あ、全然ある。あ、全然ある。それ企業側にも教えてやったらあかんねんと思うけど。見てないんかな。まあ俺もね、人事部におったことないからわからないけど。そうやね、意外に知らない人多いんじゃないかな。便利だから。あとはこう、メールで結果待ちしてて、うんうん、さっきもうみんな来てて、ああ落ちてるわってなったり。この間言ってたそれやな。そうそうそう、あ、もうみんな連絡来てるらしいから多分落ちてるわみたいな。そうやね、普通は来ないのが、そうそうそう、あのお祈りメールみたいなもんでしょ。そう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 、来なかったりとか、うん、受かる人の方が先連絡来たりするから、はいはい、もうみんな周り来てるからあかんとかも見れる。でも便利よ、めっちゃ。いや、そうやね、めちゃくちゃそれは便利。あの、まあ、会社があまりにも新しかったりちっちゃすぎたら、うんうん、あの掲示板もあんま活発じゃないけど。あ、そうやね、うん、大きい会社、まあ、大手ならとかベンチャーぐらいなら結構あるってことやね。それに人気というか応募人数多そうやなってとかって全然。いや、そういうところこそ逆に東京とか大阪を受けてるとかの意味があるんじゃない、うん、やっぱり田舎やとやっぱりそんなに書いてないかも掲示板、ね、うんうん、なるほどね。そこはめちゃめちゃ使えるかな。いいことも悪いことも書いてあるけど、はいはい、対策はしやすい、はい、うん、ウェブはこれぐらいかな、見てるのは。あ、みんなの就活とさっきの言ったオープンワーク、オープンワーク、マイナビね。あ、そっか、マイナビの方がいい、うん、ね、3つ目はマイナビっていうことですよ。SNS ってなんか、インスタグラムは店の販売員さんのインスタフォローして、うん、Facebook は使い方わかりません、はいはい、あなたぐらいの年で Facebook を俺やってる人は見たことがない。みんな登録はしてんねんで。知ってる。Twitter は結構意識高い系といいますか、うん、TikTok は、うん、その就活から離れる場所として利用してたから、エリナはちょっと心の癒しみたいな。そうそうそう、就活のことを忘れる場所として利用してたから。まあ必要やそうそうそう。ああ、そっか。